8月6日、広島市の原爆ドーム近くの複合施設で、ある法要が行われました。この仏像、通称広島大仏は、現在は奈良県安堵町の寺に安置されているものです。今回、67年ぶりに広島への里帰りが実現しました。安堵町の極楽寺、この寺の住職、田中善義さんです。広島大仏は鎌倉時代の仏師快慶による作品とされていて、元は東北山形の寺にあったものです。田中さんの祖父義宝さんが古物商の友人から引き取ったときは、広島からやってきたということしか分かりませんでした。しかしその後の田中さんの調べで、この仏像が太平洋戦争終結後の広島市に置かれた後、半世紀以上所在不明になっていたものであると分かりました。年表になってて、あ、こちらですね。そのきっかけとなったのは、1950年に撮られた一枚の写真。カゴに乗った仏像がパレードのように進みます。田中さんはこの写真で大仏が広島で果たした使命を知ることとなります。日本が一番その、貧しかったというか、戦後ですからね、お金もなくて明日のご飯もないっていうような、みんな明日を見ようとして、あの一歩ずつ前進された時の写真です。原爆により焼け野原と化した広島の町、そこからわずか5年後、復興に向けて立ち上がった人々の姿が写真には写されていました。大仏は爆心地近くで人々の心を支え続けたのです。田中さんにはこの10年思い描いていたことがあります。それは広島大仏を広島で公開する出開帳です。田中さんは地元の仏教関係者や広島市の松井和美市長と対談するなど活動を続けてきました。そして今年、出開帳の実現に向けて実行委員会が立ち上がり、クラウドファンディングで支援を募りました。6月には広島大仏が旅立つのを前に、旅の無事を祈る法要が行われました。翌日、大仏を運び出す作業が行われました。頭、胴体、足の3つに分けて慎重に運び出していきます。トラックに乗せられた広島大仏は展示会場のある広島市へ出発しました。広島原爆の日の前日である8月5日、ある場所に向かうという田中さんに同行させてもらいました。大正時代に大仏が広島にやってきた後、爆心地近くに移される前の足取りを裏付ける資料が出てきたというのです。原爆ドームに祀られる前、大仏さんがいらっしゃった、この北広島というところに、今向かっておりまして、非常に楽しみにしております。大仏と広島の関係を示す最も古い資料となることが期待されます。車でおよそ1時間20分、北広島町で田中さんを待っていたのは、大仏がこの地にあった当時を知る人たちです。こんにちは。当時は地名から樽床大仏と呼ばれていたといいます。今回新たに見つかった村の名所などが紹介されている本には、
大仏の写真や当時安置されていたという家の写真がありました。そうそうそう、この時はね、みんなそうだったんです、うん、子供の頃に本当にかあの階段が高いところあってね、これ上がるのに、それでちょっとちょっと走って上がっても、これをこう拝んだり見たりね。やっぱ覚えてますか、この大仏さん。はい、その後大仏は原爆犠牲者を弔い、傷ついた人々を励ますため、樽床から広島市内の寺に移されます。まあ、やっぱりこう覚えてる、ね、人っていらまだいらっしゃるんだなっていうのがね、やっぱり来てよかったなと思いますね。8月6日、今年の平和記念式典では、1年間で亡くなった原爆死没者4978人の名前が書き加えられた名簿が慰霊碑に納められました。広島の原爆死没者は合わせて333907人になりました。黙祷。もう父親が亡くなったので、完全にそのまでの生活と変わりましたから、今思うと、どんなだったかなと、生きてたらね、と思いますよ。もう戦争はいけないですよね。我々もその体験をさらしたくないですよね、子供たちにね。悲惨な戦争を二度と起こさない。鎮魂と核兵器のない世界の実現へ、一人一人が願いと決意を込めます。一方、昼過ぎ、広島大仏が安置されている折鶴タワーにある女性がやってきました。田中です。6年ぶりです。本当ですね、はい、現在は語り部として活動する梶本芳子さん、91歳です。梶本さんは1950年のあの大行列に参加していました。懐かしいですね。懐かしいですか。本当にお久しぶりですね。よくぞお帰りになりましたね。本当に梶本さんは14歳の時、爆心地から 2.3 キロ離れた飛行機のプロペラ工場で被爆。戦後、大仏殿近くの商店街にあった叔父の洋服店で働いたといいます。集合写真には当時19歳、着物姿の梶本さんが写っています。本当に何もない時代でしたよ。それなのにこんな着物を着せてもらって、それで一応ちょっとお化粧をさしてもらって出るっていうのはすっごく嬉しかったですね。お嫁さんになったような気になってすっごく嬉しかった。大行列の後、観光名所としても人気になった広島大仏。梶本さんの心の拠り所でもありました。すっごく父に似てるんだわ。私を探しに来てくれて、次の年に亡くなったんですけど、何か落ち着くとか優しくなれるというのはね、お父ちゃんに会いたいという気持ちが半分あったんじゃないかなと思ったりします。広島大仏を眺める梶本さん、91歳の今も平和を祈り活動を続けています。今日は8月6日なんです。もう77年前のこの時間は、広島の街はどんな言葉を使っても表現できないような、まさに地獄の街だったんです。あのような思いはしたくないけど、あの時に本当に何にも言えないで無残に亡くなっていた人がいっぱいいるので、それを伝えるのはやはり今生きている私たちの務めだと思います。この大仏さんが私を慰めてくださったり、生きる力もくださったりと思います。大義に湧くは広島大仏の功徳によって。
戦争で全てを失った人たちが前を向き、一歩を踏み出すための復興のシンボルとして親しまれてきた広島大仏。その後半世紀以上行方知れずとなっていましたが、遠く離れた奈良に移されてからも昔と変わらない眼差しで人々を見守り続けました。このタイミングで出貝町がこう実ったっていうのは何かこう意味があるんかなと。みんなこう肩組んでですね、一つの輪になって復興しようって立ち上がってるその姿を見るとですね、戦争をやってるところがあるので本当に愚かやなと、ね、思いますし、若い人子たちが安心して暮らせる日本になるようにっていうことを祈っていきたいし発信していきたいと思いますね。戦争の歴史、そしてそこから立ち上がった人たちの思いを伝え続ける。67年の時を超えた広島大仏の里帰りは、生きる力と平和の大切さを伝えます。